Good morning. Have a nice day. Long time.Bye bye. No she, no she って言うんだ。忘れた。はい、聚楽をあっとにします。新年会は終わりました。これから沼津方向へ行って、大倉山行きます。おいしい。一夜漬けの。うん、そうそう、一夜漬けのね。ね、はい、まるで食べたらおいしそうな魚さんです。皆さんとお別れして。おじいさん取ったもんね。あら、何人ぐらい？昨日殺し合いやったんだけどね。3人。熱海です。熱海のお宮の松で、松の前でございます。Thank you.
及、またそれによって私たちにもたらされる情報だと思います。一番身近な例は震度です。震度は地震の発生直後にどこに被害の可能性があるのかを見極める重要な防災情報です。しかし震度は長年にわたって気象台の職員が体感、体で感じてですね、決める方法が取られていて、また震災当時気象庁は震度全国に160箇所しかありませんでした。震災の翌年からは震度計という機械で全て測られるようになり、どこで降りるのよ。板橋本町ついてきて、一緒に行こう。たまに寄ってよ、コーヒー飲んでって。行く？寄りまっか。